やはりこの経済合理性だけではない命だったり環境だったりあるいはあのまあ人権だったりですねあのさまざまなこの軸の中でまああの社会を捉え直すというまあこれが一つだと思います。でもう一つこれは特にあの日本で感じられた部分なんですがこのデジタル化の遅れですよね。あるいはまああの今日のテーマで言えばあの科学技術っていうものをしっかり 社会の中に入れ取り入れてこなかったということですねここで新しい社会を我々作るべきそういうようなあの転換点にあるのかなというふうに思っています There has never been such a decisive change in such a short period of time than what happened with c o v i d With less than a year the community of scientists has produced a vaccine against COVID-19 Western countries, United States and Europe, had the regulatory agencies like FDA and EMA, they were flexible enough to make exceptions. This is not true for Japan. The world should be more coherent. The regulatory agencies have to get closer together because one thing I can assure you. 予測困難であることを前提にしながら科学によってですね、まあ、道を照らしながらどこに進むべきか考えていく、まあ、これは多くの人たちがその必要性を自覚したことだと思いますし、まあ、これからもやはり科学ともしびとしてのこの役割というのは非常に大事だろうというふうに思います。日本はやはやりこの有事における危機対応 といいうう点におてて社会システムがうまく機能してなかったんですよ、ね、で今まで自然災害、まあ、ある程度日本を襲う,こう台風だったりあるいは地震っていうのはしばらくこうじっとしていれば通り過ぎ去るようなタイプだったんですが、まあ、いわゆるウイルスだったりあるいはこれからまあバイオテロも起こるかもしれないとどまり続ける危機に対してはやはりこの国はうまくシステムができてないやはりこの有事を想定しながらあのしなやかにあの。 コミュニティや社会を作っていいくととうことも必要だしかし今まではですねあの産業革命以降特に石油石炭とこの消費財を軸に世界が回っていたので排他的なものをこういかにこう所有するかで奪い合う競争これがあの社会だってまあ我々ずっと考えてきたんですけれどもただこのデータっていうものが新しい社会を駆動する力になってきた時にやはり共有することによって価値は開けるんですよね。 でまさにこのコロナワクチンのこう開発においてもデータを共有することによってまあもちろんそれだけは要因ではないんですがで、まあ、これからやっぱりいかにこの共有しながら共に価値を作るかという時代になってくる今ご指摘いただいたただことを を考えると、もちろんやるべきことは分かっていると、ただ。もちろん政府の方が動かなかったりであるとか、なかなかその連携のうまくいってなかったところもあると思うんですよね。で、お二人はまあその中でこうご提言され、る立場にもあられること。そしてまあまさにそういったまあ現場の中で。 あのいろいろお考えもあられたと思うんですけども例えば政府だとか行政だとか自治体だとかそういった方たちにこれからこんな形で動いていってほしいもしくはこんな連携をすることによって次になる時にもう少しうまくいくんではないかみたいなところがもしあればぜひご提言をいただきたいというふうに思うんですがまず宮田先生いかかがでしょうか対策をちゃんと真面目にしていた人たちが報われるようにするあるいは なんでしょうね、どうしてもこの対策の中で歪みがいく人たちを早く救済できるようにするっていうことですよねそういったことも含めた有事の体制ですよねそれをあのにいかにシフトチェンジしたりあるいはそういった人たちをインクルージョンするためのこう仕組みを作れるか。 ということだと思いますで、まあその中で改めて主張したいのがやはりこの科学技術の力をしっかり使うということですよねで、ワクチン開発というのもそうなんですがデジタルということまあ、つまり今までは一律に物を届けるということしかできなかったんですがデジタルを使うことによって一人一人に寄り添えるんですよねまあ、いわゆるこの苦しい状態にある人たちを適切なタイミングでそしてお金だけではないさまざまなサポートであの救済っていうのが寄り添うことができる

And by now you can predict them. It's just one example, but, but it shows clearly that without the community of global researchers, nothing of that would be possible. Science has to be global, it's not national. It means if you want to contribute, you have to be globally recognized. <Not> nationally. 科学っていうのはアカデミア界だけではなくて社会全体の課題なんですよねいわゆるこの昭和の,この成長モデルっていうのは素晴らしかったんですけども日本全体がベンチャー企業のようになってこの成長していった一方でそこから先の,この成長の,この方程式から抜けられずにですね新しい科学技術を社会の中に実装しながら次の何ていうか世界を目指す といううことがどうしてもできなかったそれがこの30年だったと思うんですよねで、まあ、つまりこの科学技術を育てるということはアカデミアだけではなくてこのどういう社会を目指すのかっていうようなこの社会全体の課題でもあるのでより良い未来を世界とともに歩むためにはどういった未来が必要なのか。 でその中でじゃあどういうういいい技術を一緒に作って育てて育くのかということですよねあの未来を開くためにあの世界と共に何をするのかでそういうような問いの立て方でないともう世界には響かなくなってきてますよね。経済成長のためとかあるいは国際協調、まあ、これは手段であってですね持続可能かつあのダイバーシティーインクルージョンが実現できる世界のためにどう貢献するかそういう問いを我々立てながら、まあ、日本 は、あの新しい科学、あの、あるいは、まあ、あの既存の科学も含めてですけど、それを開いていく必要があると思います。やっぱり、科学のコミュニティのためだけに投資をするっていう言説に、まあ、なりやすいんですよね。この科学に投資するということは、あの社会のこの力そのものであるということですよね。いわゆる、こう、短期的に何か結びつかないような、このイメージの中で、いや、今、それよりも。 あの他のところでしょうっていうようなことに行きがちなんですけどそうじゃなくて世界の例えばんでしょうね企業って今どこで伸びているかっていうとやっぱり新しいテクノロジーなんですよね科学技術をこういかに使ったかと。でアメリカと日本っていうのはまあ旧来の企業はあの同じ成長率なんですけどもこのテックジャイアントっていうのここの伸びしろだけでアメリカあの日本にもあの全然違う成長率になっているということでまあベンチャー あるいはまあ新しいイノベーションっていうふうにあのいうふうに言うんですが、そこのやはりベースとしては科学技術のこのコミュニティっていうもの、そこと、ね、コラボレーションし続けるっていうことがまあ社会にとってもとても大事なんだということ。If you look at the children that uh, today are,、uh, let's say, entering primary school, 65% of these children will have to work in a job that doesn't exist yet. So, if you want to continue to be a leading industrial country, you have to first understand the technology, use the technology for the good of society, and then make sure that you balance out the loss with the gain. The future of a society then needs a discussion of scientists who understand the changes ahead of us unless you fund appropriate r&d and technology transfer venture capital make new companies generate the 65% of the jobs that the kids that go to school now need unless this is understood japan will have a hard time 日本のこのアカデミアの状況をこう変えていくために何が必要なのかそういう意味ではあのオイストの実績であったりあの先生方には非常に敬意を感じてますやはりこの世界に対して、まあ、日本の大学ってやっぱりローカルに閉じやすいところがあるんですがもう最初からこの世界に開かれた中でこのグローバルレベルでの研究を行っているということですよね。Our major Independence. <laughs> Young independence. Why is that important? Interdisciplinarity. And the financing, I call it uh, uh, the OIST funding, is high trust funding. But in order to be able to do this, we need a drastic reform of the Japanese university system. I would very much suggest. To work on a reform that then will lead to at least the top universities to be attractive for the world market without uh, a real reform. The Japanese University System will be hard pressed to compete in the future with the best in the world グルーツ科学長におっしゃっていただいたことに本当に賛成ですやっぱり独立であるということそうじゃないとやっぱ新しいイノベーションって生まれないですよねあとはやっぱりチャレンジできる環境ですよねで、日本はあの若手の研究者はまあかなり非正規でで、かつ一年単位で首を切られるんですね <laughs> やっぱりあの彼らのこの研究環境を変えるっていうのは まずやっぱりとととても大事なことだいというふうふに思いますで、まあ、その上であの、まあ、大学改革ですよね、まあ、大学が何を目指すべきなのかということあ,のあるいはまあんでしょうね大学における評価軸と社会における評価軸まあ端的に言えば今理系の,あの教員って日本のは日本はまあインパクトファクターしか見てない <laughs> インパクトファクターというか論文の数とかまあもちろんそれも あの悪くはないんですけれどもじゃあどういうことをすれば科学コミュニティあるいはまあ社会に対して真なる貢献なのかっていったことをやっぱりあのしっかりこうみ見ながら評価をしていくってことはすごく大事だと思いますね The universities have to reshape their curriculum in order to do lifelong learning for professional people If people are in companies they have to be In a, sit in a position to go like three months or six months back to university to learn the latest on quantum computing, on cybersecurity, on whatnot. This is very important. We need a professional communication structure. So, OIST has PR, you know, <laughs> <laughs> sitting here. Great, uh, great. And I believe yes, this is very important because these people are professionals in looking at what the scientists produce. これから生涯学び続けなくちゃいけないあの人生になってくるので大学っていうのはこの18から22とかあるいはまあ何でしょうね自分自身をこうアップデートし続ける中でおそらくこの大学っていうのは このの教育というものをですね学ぶということをこうし続けるという意味においてはこれからおそらくあの社会の中であらゆる年代にとってあの大事になってくるだろうとやはり科学技術っていうのはある1モジュールではもはやなくてですね特に今あの文明の転換点と言われるような新しいこのテクノロジー科学技術をキャッチアップしながらどうか ビジネスを作るかということはこのビジネスのど真ん中においても必須であろうとあのまあそういう意味ではこの科学技術って何か種を拾ってくるっていうようなあのそれだけではもはやなくてですね企業そのものあるいは社会そのものの在り方っていうものをこうそこと接続しながら変え続けるっていうような期間がこれから続くということですよね。そういうい意味でこの あの科学とともにどう歩むかっていうことをやはり考えることは不可欠でしょうしまあ我々科学者としてもぜひ皆さんと一緒にあのまあ あの次の新しいまあ社会の在り方そしてビジネスの可能性というものをやはり考えていいいきたいなと思います若者たちもですねまあ少し前まではこの収支を取ることがあのビジネスだったりとかあるいはまああのまあ邪魔になるかもみたいなこういうそういう時代があったのかもしれないですけどこれからおそらくあのそれは変わっていくだろうとあのやはりこの科学というものを深く知っていただくことは 科学者にににななるせせよよそうじゃないにせよです、ね、必ずあのとても大事なあの人生にとおいてもあのとても不可欠な体験になると思いますので是非、まあ、皆さんと一緒にその科学というものをあの、まあ、楽しんで見ていただける見ていきたいなというふうに思います。